ポール・マグラーはアイルランド出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは DEF、MF、セント・パトリックス・アスレティックでキャリアをスタート。1年後、マンチェスター・ユナイテッドへ移籍。移籍当初は MF として出場していたが、途中から DEF にコンバート。その後主力として不動の位置を手にし FA カップなどの獲得に貢献するも怪我に加えて、 アルコール依存症が発覚したことが原因で、アレックス・ファーガソン監督との確執により1989年にアストンビラ移籍した。ここでは、フットボールリーグカップを獲得、個人でも1992から93にピーフ、年間最優秀選手賞を受賞した。しかし、徐々に出場機会が減っていき1996から1997年にダービーカウンティへ移籍。 そこで1年プレーした後シェフィールドユナイテッドで1年プレーして引退した。アイルランド代表においても1985年の初招集から1997年まで欠かすことのできない選手として活躍し UEFA 欧州選手権1988では初の予選突破ワールドカップでは 1990FIFA ワールドカップに初のベスト8。 1994FIFA ワールドカップベスト16に貢献した。強靭な体を持ち、状況判断力やゲームの流れを読む能力に優れた DF。またマンチェスターユナイテッド FC へ移籍するまで MF などでもプレイしていたことから、ディフェンダーながら足元の技術も高い。ガリガリガリン社、飲酒で破滅したサッカー選手たちから、狩2017年5月14日。 ありがとうございます。